ああはい、じゃあそろそろ本日のランバトを始めます。多分みんなが名前は書いてあると思うんで、参加費だけね払いに来てください。はい、どうも。じゃあ今日は現在24人、大会の方式、特に希望がなければ、まあ、第3週の恒例の紅白戦形式ですね。おいでやっていきます。じゃあ、こんだけいるのでやっぱリーダーを決めた方がいいかな。はい、リーダーリーダーやりたい人いないね。あ、青斎さんどうすかリーダー。あ、拒否、全力で拒否。ウェイ。
はい、じゃあ本日は1キャラ紅白戦で1キャラでやります。じゃあ今から、ゆうずるさんと友田さんリーダーになってもらってちょっとチーム決めをしたいと思います。Okay.
はい、じゃあチームの方ね決まりました。じゃあね、わ行っていきますね。皆さんもやりますからね、やりますよ。はい、じゃあ 1P チームがですね、ゆうずるさんリーダーで、あと山本秀、青木サイクロン、皇帝、ジャイダル、福山、ハゲ、バイパー、ツノッピ、ケイシン、中島、これが 1P チームですね。はい、じゃあ 2P チームが、友田さんリーダーで、苗場、ネロ、カワシム、クレジン、グッチ、お茶丸、瀬尾、タコ様、四季、長州、ムナーリとなります。じゃあね、これから順番決めですかね。うん、はい、X ランバとやりますよ、そろそろ皆さん。チーム今決めて、リーダーが順番決めてるとこですので、何かね、言いたいことあれば、リーダーのとこ行ってあげてください。1P は勝手に決めます。最初の方がいい人だけ来てください。皆さんね、エントリー費お願いしますね。まだの方結構いますんで、まだの方、グッチさん、四季さん、ジャイダルさん、あと長州さん、ムナーリさん、ユーベガさんとバイパーさん、ツノッピさん、ケイシンさん、2P チームは、こっちで適当に順番決めちゃうんですけど、順番の希望だとかキャラクターの希望がある人は言ってくださいね。基本メインキャラで出ると思って考えてるんで言ってください。はい、よろしくお願いします。はい、今リーダーが順番決めやってるので、順番ね、僕ここがいいよとかあればちゃんと伝えてくださいね。あとキャラは多分いつもメインキャラ、いつも使ってるメインキャラだという想定で多分決めてると思うんで、違うキャラ使うよとかね
あればちゃんと伝えてあげてくださいね。あ、音 OK ですね。ありがとうございます。いや今日はかなりメンツは濃いですね。5月頭に大会があるということで今日は結構集まってますね。はい、今順番ね決めてますよ。そろそろ決まると思うので、まあ皆さんの試合やってて全然いいんですが、何かねリーダーに言うことがあればちゃんと伝えてあげてください。あー今日はね、今日私出ないんですね、残念ながらね。まあヒデはいつでもやれるんでね、うん。はい、2P の方決まりました。はい、ワンピーも OK でーす。あー、ヒデがハゲさんにやられるのだけを楽しみって、もうそいつもそんな感じなんですかね。ゆうべがさんいます。ゆうべがさん、あのハゲさんがゆうべがさんになりました。ハゲさんがゆうべがさんになるってやばいね。ちょっと大変ですね、大変ですね。もうやる感じですか？はい、やりますよ。やります。やります。はい、あとね、3回お願いしますよ。誰？誰？100円、100円以上です。はい、これ出てるよ。100円。美濃の方。読み上げていきます。美濃とか言うの。はい、ムナーリさん。はい、バイパーさん。だいたい向こう側の人だね。ゆうべがさんまだ来てないとして、あれジャイさんってまだ払ってない、ね、いる払ってないよね。あとジャイさんもあとお願いします。はい、 OK でーす。あとグッチさんか。あと中島さんいる？
中根さんいる、います、います、います。じゃあやりますよ、イベント。はい、1P 側コテ、2P 側ネロ。もうこれキャラ書いてないけどいいか。キャラは何でもいいっすよね、とりあえず。はい、何でも OK。 はい、コテ、コテさん、コテさん、はい、1P 側です。キャラ何でもいいですが、号機の場合はプラス2000円でございます。あ、そうなの。何 8割引きってこと。まあ、ニュートン特別ルール、1万円ではなく2000円っていう。最近はヒデがハデさんにやられるのだけを楽しみに見てます。ちょっとどんだけ。え、やられてるんですか。いや、わかんない、最近やってないんで、ハデさんと。本当ですかね。まずそもめっちゃ笑ってるけど。カーシブさんめっちゃ笑ってるけど。さあ、ガイルサガット、いいから、大会成績。さあやっていきましょう。さあ100%。切れそう、そうですよね。むしろハゲさんのじゃやってないからな。まあね、合ってるからね。合ってるからこそイラつく。さあ、ガイルサガットは神髄カード、神髄カードですね、間違いないですね。さあ、前様、前様。さあ、いい具合にネロが画面端に寄せて、さあ、タイガーニーと前様が相打ち。さあ、端に寄っちゃうとやっぱサガットきついので。あー、これはタイガー打つ。お互い息が詰まるが、ガードで OK の状況ではないと思う。どうする、ネロさん。あと2ドットに追いつかれてしまう。これでまだ1ドット勝ってるが、お、逃げ切った。あ、これで逃げ切った。逃げ切った。そうなんですよね、あそこまで減ると1ドットしか減らなくなるんでね。はい、そうですね。さあ、コテさんも結構バーサスに来てくれてます。さあ、タチコパンはちょっと安かったが、あそこに対してはやっぱりシャガチューパンサマーが最大ですかね、ユーゼルさん。そうですね、まあ前が分かんなかったらなんか投げとかでもいいですけど。まあまあまあ、そうですね、投げもありですね。さあ、踏み込んだ台足は使ったが、ここはああチューパンサマーの距離ではなかった。さあ、こうなるとさあ、ガイル側はさあ、出際を潰したい。さあ、時間がないが、いい具合にダメージは取れている。守ろうとする側はいかに平常心にならないと。あれ、逃げ切った。焦ったな、焦りましたね。そうですね、体力勝手で画面端に行ってる時こそ落ち着かないといけないんですけれども。そうですね、それがこのゲームは難しい。はい、山本さん、山本さん、山本さんだけちゃんとキャラを申告してくれる。そうですね、ニュートンっていつもあれ申告すらしないんで、もう好きに入ってください。まあ確かに、まあチーム戦でこう人数が少ない時は大体こうね、書いてないことの方が多かったりっていうところですけれども、はい。さあ、ゲンタ相打ち、これはいい、高い。めくりは大パン、まあありでしょう、何もダメージ取らないよりかは。あー、TBS。 さあ、山本チュンリーがいいようにやられているか、円柱パン。さあ、いい前そば。あー、見切り発射。さあ、ゲージ溜まるまではやはりガイル有利なんですけれども、あとガイルですね。そうですね、この画面端が非常に辛いが、どうやって寄っていく。前中パンで飛び込んだが、ちょっと早かった。さあ、この体力差だとまだチュンリー全然いける体力差ですね。あとはこのゲージの使い方を大事にしていけばいいんですが、ジャンプ中パンで飛ぶのはいいですね。さあ、吐いてしまった。踏み込んだ点はガード、あ、100円ですね。はい、さあ、ちょっと目を離してたらチュンリーが体力リードしてた。今のはいい飛びですが、いや、時間が、あー、三角追いつかない。ああ、なるとやっぱ厳しいですね。そうですね、時間見ながらある程度前には出ていかないと。
ソフって僕思うんですけど、時間がなくなった時って意外と空中にいる時の方がダメージ値安く済むっていう風に僕は思ってるんですけれども。そうですよ、もちろんですよ。まあただ空中でそれで逃げるっていうことができることを考えて、はい、早めに動いておかないと。うん、そうですね、確かに。でそれでジャン逆にもうジャンプ読みで何か入れるとかもあるんで。はい、確かに。あれ、ネロさん2連勝。はい、ネロさんが2連勝、大会前に気合が入っておりますシスターストリートファイターズ。いやね、まさかね、5人女性がね、チームができるとはね、すごいですよ。あともうちょっといるんで、もう1チーム頑張りたいですね。はい、いるにはいる。シススト2。そう、あと 2,3 人いるはずです。え、あと 2,3 人いるはずなんで。あ、はい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 、もうちょっといれば。さあ、山本さんじゃない、これは青木さんです。青木サイクロン、青木さんがさあ、吸って優しい方だ。なぜだ、なぜそっちに行く。うまい。青木さんの弾きはなんかあれですよね、うまくいってる時とこう優しくない、優しい方と両方に行っちゃいますよね。そうですね、多分まあ弾きなんて多分あの制御はしてないっていうことだと思います。はいはいはい、はい、僕そのザンギのその回し方の理論よく分かってないですけど、はい、弾くあれですか、方向とかで変わるんですか、やっぱり優しい方と優しくない方と。そうですね、最後にレバー入って朗報なんで、あ、に行くんですね。なるほど。なのでこうやってアントビから行くときは弾かないでやればいいんですけど、はいはいはい、青木さんは全部弾くということで。あ、なるほど。おという話をしてたら、青斎さんが勝利。クレジンさん、クレジンさん、ダルシムかな、ダルシムでしょうね。やっぱ実況マイクは2人いると楽ですね。1人だと何でも話さないときついんで。え、ヒデさん実況してたんですか、いつも。ちょっと、そうだったんだ。ちょっと、いやいや、な、実況なら聞いてきたりしないっすよ。うん、質問係じゃないですか、もう。さあ、バニシングに出してしまったが、さあ、クレジンさん、これはザンディやってるのか。最近かなりやり込み勢ではあるんですけれども、やはりスト2は経験と知識が結構大事なゲームでもあるので。さあ、あ、いい打ち。あれ、意外といい勝負、いい勝負してる。あー、体育出ない。しかし、なぜか、なぜか自分から突っ込んでいく。新しいですね。いや、でもまあ、テレポでワンチャンなんか変な技振ってくれたらラッキーみたいな、そういう読みもあったのかもしれません、もしかしたら。そう、まあ、あるにありますね。そうですね、テレポってちゃんと着地をやっぱり見とかないと、振る技間違えると。すごい、うまいこと逃げて。こんばんは。壊しからスクリュー。さあ、どうする。あー、逃げた。おーおー。はい、ヒデさん、ユーズルさん。はい、ヒデさん、ユーズルさん。さあ、相打ちで、青木さん勝利。はい、次、お茶丸さん。お茶丸さん、何、バルログ、バルログかな。はい、バルログです。あー、なるほど、なるほど、確かに。じゃあ、ね、またタイミングあったらで。まあ言うてもお茶丸さんはあれですからね、S と決勝トーナメントへ導いた張本人ですからね。ほうほうほう。あの、セロテープ教授お茶丸じゃなかったっけ。ん、セロテープ教授お茶丸で決勝トーナメントに行った。はいはい、ほうほうほう。さあ、ぴょんぴょんして、ぴょんぴょんしてる。ぴょんぴょんしてるだけでめんどくさい。相打ちでもいい、むしろ相打ちでいい。まあまあまあ、あー、タクが合わないっていうか、これどうやって。お、しかし、これは、あー、遠い。いや、一応ザンギ側はあるんですよ。はい、まあ、バルロク側に早出し遅出し投げがあるんで。そうですね、まあ、ザンギ側もそれに合わせてなんかジャンプパンチとかしゃがみ強パンにしたり、はい、
まだガードを混ぜると。そうですね。さあガードを混ぜ、小足を早出しして、あーっと弾いて、弾いて、今のはいい、運がいい弾きですね。弾きバニシング、あれはセイロ様のやつですね。はい、そう、お、やっぱり後ろに行く。青先生さん、あれですね、あの制御してないんだけど、とりあえず後ろに行くっていう前には行かない、逆にです。逆に、あーこれはやばいぞ。あーテーラー出す、気合い、アントビっぽかったけどな。さあこれは相打ち、さあ殺し入れるか、スラ、あーしゃがみ大パンでお仕置き、早出ししてたからああやって下まで攻撃判定来ないで、はいはい、落ちてきちゃうと。ああなるほど、そういうことです。あれタコ様、タコ野郎、タコ野郎来ました。タコ野郎対青パン、あ、青パン、青パン、まあ青パンでいいですけどね。じゃあさあ、あこれいいですね、色、青コーナー赤コーナー分かれております。お重い？重いってなんだ？重いではないな。なんかオーマイなんとかなんですか。さあ、シャガーコパンで空対空。さあ、こっからぐる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 回る男たち。あ、中足だった。さあ、ミドルミドル、しかし踏み込んだ台足が当たって、あ、おかわりくんでー、いやー、いやー、あーなるほど、その可能性ありそうですね。それはしょうがないですね、ニコニコプレミアムに入るしか。海外から入れるよな別に。あれ海外の人もニコニコプレミアムは入れるでいいんですか。入れんじゃないですか。へえ、だってど金払えばいいだけでしょ。まあ確かに。さあタコ様が一回回して、さあダメだった、はいはいはい、タコ野郎しっかりと3段2回タコ野郎。ね、誰で、中島さん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 、キャラは好きに してください。ザンギでもホンダでもかぶせいいよ。ちなみに次はナエバムナーリーが控えていると。お、ガエル、さあさあ、4番手で中島さんが出るという今日のこの大会のレベルの高さ、早いですよね。今日はね、やはり濃いメンツが集まっておりますので。集まりましたね。さあ中島ガエルがしっかりといなしている。ダイエットも通じず、これがガイルの対応だと。さあ中島さんもね、毎週鬼のようにやっておりますのでね。そう、式とかも行ってるみたいですね。そうですね、昨日式で会いました。中野行ってるんじゃないですか。中野も行ってんの。中野ね、俺中野最近行ってないんで分かんないんですよ、ちょっと中野事情が。さあこれがザンディガイル、違う、ザンディ、合ってるか、合ってます、はい、合ってます。自分で言って何を言ってるのか分かんなくなりました。さあぐるぐる回るが、バックサバット、いやーサバットね、サバットやばいんですよね。完全体、おおう、 P 勝ちで締めていく。はい、苗場さん、苗場さん、お、ようやく、あと誰。さあ、ナイバチュンディ、あと3人、あ、そう、トルネイディね、チュンディ戦ではだいぶ使いますね。高い高かったけど、お咎めなし、助かったのか。 S チュンのノリで飛んでますね、あれ。ありですね。ありなの。さあ、こっから、マジレガ、はい、はい、打ち、あーっと、おー、いい投げ、百裂削って、激安踏み込み電話ガードされて、あートルネイディ
チュンリーには逆にすごく通用する技、トルネイリ。いやだって龍拳には使えないから、あれ龍拳には使えない、あれチュンリーとサガットぐらいしか使えないんで。さあ踏む、踏んでもめくりはないので、ちょっと高い感じだったからね、ガード安定。踏み込んだレンワーサスカルが、さあこれはダッシュ、うまい、わうまい、いい歩きだが、めくりはクラウン、3ヒットしてる、3ヒットしてる。いやー、いや結構高くてもちゃんとやると本当は繋がるんですよね、あれ。さて次、ムナエリさん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 、金持ってきて、金、ムナエリさん、お金、金、マネー、マネー、緑です、ムナエリさん、金、100円以上、100円以上、100円以上、うわ100円ぴったり、あとは気持ちいい、ぴったり、はい、あっち、はい、キャラは自由です。まあ自由って言ってもね、多分サガットを使うでしょうね、そういうことです。長州さん、長州してきてもいいですよ。さあ、神髄カード再び、さあ、また神髄カードその2。いやー、村井さん、随度高いですからね。そうですね、職人ですからね。はい、まあ中島さんも高いので、おー、マジで手くい、マジで2ヒット、あ、中攻撃とかでも2ヒットでもピオリティ多分別で、はいはい、普通に倍になってるはずなんで、あの後なんか食らったら運が悪いとピオルんじゃないですかね。はい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 、コアコアのスタンチ意外と高め、あの中とかの2ヒット、ショーはそうでもないですけど。ああ、なるほど。さあ前空、いやー打つ、タイガーの、タイガーの隙間が欲しい、タイガーの隙間、あー、透明で、さあ下を打ち込みまくる、ショー、はしゃしだったら打ってもいいんじゃないの、あの踏ませる覚悟のショー、それ以外は大なのかな、うんうんうん。さあこうなるとかなり、ああこれはなんかシャガチューパンだけでも全然 OK でしょう。画面を押せるというのは非常にでかいが、いやー、橋だから3ヒット、あチューパン様、いや、こうこの組み合わせはガイルですよね、基本的にはガイルだけど、6もあんのかな、6あるかないかぐらい、あのせいそうっすね。ここで長州さん、さあシャンシャン出てきました、シャンシャン、長州シャンなのでシャンシャン。いやそれ、それヒデが言えてないだけでしょ。松戸のシャンシャンでしょ、それは松戸のシャンシャン。今日いないけど。なんか神出鬼没なんですよね、あの人、なんか飲みに行くけどゲーセン来ないみたいな、そんな感じですよね。あ、なるほど、はい、そうですね、そうですね、 X までは全部サガットだとは思いますけど、 X まではか、 X じゃない、 X、 あ、 S までか、そう、さすがに、さあ空対空、そばっとでかなり変わりましたからね、うまい、あれ刺さる、めっちゃ刺さる。さあこれが長州さん、うまいな、遅らせ台足、遅らせ台足、黙ったところに投げる、いい連携ですね。そばっと出しちゃいたいよ、脅し頃なのを読み切ったみたいなとこですかね。さあ長州さん知っている、波動拳で押しまくり、しかしこれはちょっと距離が近かった、こうなると剣側はちょっとかなりギリギリになるが、踏み込み、そして膝、どっち、はい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 、運がいいやつだ。いやかなり持ってきましたね、4割くらいゲット、あ、しかし TBS を怒らず、さあ中島ガエルどうする、いやこれで逆にね、おコパンで止める、うまい、逆に剣が待てるようになってしまっているところに、しかしこじ当てられるが、あーそばっと、またそばっとにお足が、あーこれ逆らえると厳しい、あーなるほど、竜巻、そうですね、サガットが弱体化が大きいですね。あ、誰、福山さん、福山さん5人目と、長州さん7人目、6人目、誰、
ツノッピ。ツノッピさんっすね。はい、すいません。字が汚いのを隠さないスタイルでお送りしております。さあ、さっきもノジアやっておりました。この二人成績はどうだったんでしょうか。投げ返す。さあ、あそこの今剣がジャンプ台形やってきましたけれども、はい、しゃがみ台足繋がらないじゃないですか。龍は勝利出していいと思います。あそこよくない。出さなくていいんじゃないですか。やっぱり我慢でいいんですかね。さあファイヤー中ボス。どっちかといえば、あー出ない。何やってんの。しかし何やってんの。あこれは我慢しているが長州さん。ちょ何やってんの。何やってんの。ちょっとお互い何やってんの。お互いひどかったっすね今のは。まあそういうこともあります。まあ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 、ストップ。さあ厳しい。大そう、大パンとか中キックにすればつながる。うわー練りちゃぎでいいのかな名前今の。あれ、いや、なんだっけ、わかんない。かかと落としです。稲妻かかと落とし。名前かっこいい。そうかもしれない。誰角さん。そうです、そうなんです。多分早いと思います。さあ、角っぴさん、角っぴさんもかなり久々な気がします。ニュートン来るのなんか角さん基本ギルティギア勢っぽくないですか。うん、ギルティギアを やりに来てるイメージ。あ、そうなんすね。へぇ、この間はやってて。さあ裏剣。さあ垂直良くてちょっと遅らせバックジャンプ、安全連携ですね。さあ回っている。はい、回ってますね。あー TBS。 あれ我慢した。いやこれ、あー茶が中継が置いてある。ファンタジフタイエローかかとって書いてある。いいな。中パンを投げ返す。あいや噛み合わないですね。さあアントビちょっと早くて。さあ今アイデスノッピさんがやっているぞ。さあ剣が動きづらい。あうまい。おスラスト。あーしかし紛れが起こらず。まあガード OK ダブルサマーですよね。さすがにゼロドットなんで。そうです。あマジですか。あーそうですね、一応難しいけど。さあ膝来たぞ。投げ返す。あーしかしいやー今のは難しいとこだ。もう一丁壊し。立ち壊し。さあ、スノッピさんどうする。投げる気合い。もう一丁うまいぞ。あーしかしあーこれはやらかした。俺から行ってきます。さあ、ヒデさん行きました。はい、じゃあヒデの代わりに喋ります。並びましたね、7人目同士と。うん、12対12の7人目同士ということで、後半の1人目という感じの7人目同士になりました。結構踏む。繋がってない、繋がってない、繋がってない。まで、そして大きっちり中盤オワシが繋がらないのは最近の流行りなんですかね。中盤ゲンですか。はい、あーゲン。いや、ちょっと難しいのか。草さんもここ半年ぐらい繋がってるの見たことないんで。あー草ですか。はいいない草を。チューチューにしろって言ってんのに、はい、チューチューにしても繋がんないんですよ。あら、それは最低ですね。あーと、しかし追い打ちするがなかなか冷たく。いやー踏んじゃ、ヒレが立ち回ってますね。いやもう完全にチューリーね、ゲージ貯めればいいだけですからね、はい、今ね早いですね、貯めるのは。おうん、これでコカスが。あっと、今のはちょっと読み合いが狙いは感じでしたが、狙いは良かったんですけどね。まあ、そうですね、ヒデは余裕がある局面だったので出していって当たったと。はい、はーい、ワンピガーが上がって、ツーピガーはリーダーの、トモザですね。8人目、はい、トモザです。はい、トモザさんリーダーです。はい、
まあ一般的にこのチュンリーベガ非常にベガ厳しいと言われていますが、この2人の対戦は結構ゴブかもしかするとトモザが勝ち越しているぐらいというふうに聞いています。あ、ちょっとコメントで剣って竜の弱体化版だと思ってあげると、まあ基本的には全体的に見たらまあそんな感じですね。そうですね、全体、ただもう別キャラと言っていいほど、あら、これは背尾の技、反応がいい。しかしまだ確定はない、まだ分かりませんね。これ大キックで死にます。おっ、今のは決死のチュンサワーが当たってヒデが取っていく。いやー置いてある、鉄踏むめくりから背中蹴り、あー空中じゃないんだ今。お、弦置いて、なかなか浮き技がうまく噛み合ってますね。これは今のところ、あーピヨッタピヨッタピヨッタ投げる。ヒデが勢いよく2連勝して、2P 側9人目のグッチになります。グッチです。ベガ有利な相手誰だろう、わかんない。ベガが有利な相手って実は 4,5 キャラはいると思うんですが、剣には有利という説もあります、うん、あとはそうですね、まあ、明らかに有利なのはフェイロン、キャミー、サガット、ホーク、ホーク、グッチさん、グッチさん、金、ね、金、金、4キャラぐらいしかないかな。キャラを切れ目る前に金はい、ですね、はっきり有利なのは4キャラぐらいだと思います。みんな100円ですね、まあ、100円なんですけどね。お、竜だった。誰？ゆべがさんあんの？グッチさんえ？今もらった誰に？まあまあまあ今もらったよ。開幕は、はい、かすりの勝利を当てて、そしてジャンプ大激化たる中中当てて、局面的にはかなりヒデの状況が良いが、しかしまた入れ替わってゲージが溜まって、お、出る、しっかり出る。しかしヒデもスピニング出したので根っこでは振らずに済んだ。さあジャンプする、そして当たる。ひどいですね今の。あれはひどいな、はい。あ、もう動いてますが、はい、まあ、今のは飛んだのがダメですね。しかし着地戦列が立ってヒデが取っていく。大パン大パン大足、ヒデが叫ぶ。チュラシうまい、踏まない、はいよ。さあ恐竜で、そしてめくりはうまい。グッチ以前よくあの3段が昇竜がなぜかスカルという謎のグッチ2段が見られたんですが、最近はキャンセルが早くなったのかな。うん、多分キャンセル遅い以外は、違う違う、中盤が早すぎたからなのかな。でよく2段って、はい、はいはい、まあそれもありますね、はい、ぎっちり、あ、踏まない。ちょっと今のうまかったの、今のヒデの対空うまいですね。ちゃんとしゃがんで飛びを見ていた。そしてゲージが溜まって、これ状況的にはかなりヒデが有利ですが、しかしまだ一発抜けていく。これはウエッジが入らないが特にお釣りはない。しかしまだ竜もあるぞ。あ、打ってしまった。あー、打っちゃった、終わった、打っちゃった。もう溜めなくても、そうですね、ヒデが冷静にチュンサマライシュ対空取って、3連勝です。スーピーがそろそろ厳しいぞ。カワシムさん、次はカワシムです、お願いします。あ、いた、もういた。さあ10人目のカワシムということで、ワンピー側残り6人、スーピー側は残り3人となっています。この2人の対戦績がどのぐらいなのかというのは私ほとんど分かりませんが、結構守りと攻めというような感じでうまく噛み合うんでしょうか。投げなとうまく見てますね。お、当たってしまう。あ、これはこれ当たるしめ厳しいですね。うん、終わった、はい。まあ、今のラウンドは仕方がないという感じに見えました。開幕、前ジャンプ、中ゲック、中スラ、結構では、相打ち、ショーテファイヤー。さあ、だいぶ左に追っていって、カワシムの得意な体勢にはなってきた。そうですね。しかし、シュンリーもあと、機構2発で、おっと、ぴょってしまうが、これはファイヤー打てないですね。おっ、おー、今のは投げ返しの中間だと思います。そうですね。まあ、こすり安定して、今のは。背中蹴りあたりを出していたのか、はい、空中ヒットという感じかもしれません。開幕は相打ちからスタート、うまいですね、コーパン、ファイヤー。しかし、お機嫌ヒット。
うん、今の飛べないやつうまい。あー地上なあの置き技うまいですね。ちょっと見習いたいと思います。ここはシチューパン機構、そしてこれね、うん、あれはコパンで落ちるんですが背中投げない。そしてこれはおっとっとっと消えて、あ、出ないが、さあまだ結構打つ。はい、おきげんが強い。そうですね、この体力差ならおきげんは相当強いですね。さあいいで強いですね。早くも副将瀬尾さん、はい、引きずり出す。ツーピーが残り2人となります。瀬尾さんいますか。1人目のお坊さんが出てくる。お坊さん最近どうなんでしょうか。 X は中野で結構やっているのか。やっているんじゃないですかね、はい、やっていれば関東でかなり抜けているチュンリーなのかなというふうに個人的には思います、はい、同キャラ戦もね相当うまいと思います。初回幕体力差はヒデが取っている。そしてゲージも溜まっている。おっと食らってしまう。あれ今のはおヒデさん、ヒデさん、ヒデさん、ミスりますね。これはまだ背負の目もなくはない。うーん、背中蹴りですか。さあどうなるか。あっと振っていく。まあ今のはガードされてもそこまで危なくはないというところで踏んでいった。さあ、ツーピーが追い込まれたぞ。開幕は消すためにはお互い走りませんね。お、コパン落としうまい。そして、ふくぐれないゲンガヒット。おっとっと、あれ、めくりになることあるんですか、中キック。いや、ないと思います、同キャラの中キックは。はい、さあ、逆投げる。しかし、ゲージがないのでキッチン抜けていく。抜ける。さあ、ヒデが強いぞ。あれ、シキさん、シキさん、ヒデがゴタ当てで、シキさん、終わったら、終わったらホタテでスーピー側大将になります。あ、4人抜きだ。そうです、はい。そしあと、6人います。そうですね、6人います。クレジット緑。さあ、そしてこのヒデとシキバイソンは、先月 30ぐらいやって、シキバイソンの8に、え、何やってんの、うん、あとリセットをしてしまったか、ボタンを間違えたかすいません、ボタンを間違えてしまいましてリセットをしてしまいました。ステージが変わるかもしれませんが、はい、ヒデ対シキバイソンですね。スピーガーの式場様大将です。俺で最後だ、俺一人で十分だぜという感じで逆六盾を期待しているコメントも出てきていますが、さあ、おこれは確定ですね。リュですよね。そしてな、あー、あー早い、する、お、逃げる、逃げる、なるほど、うん、あ、これは背中を重ねて、お、うまく逃げた。 おきっちりと、そっちは難しいです ね、はい、今のは逆にのやつ、はい。さあ、今日の日で仕上がっているのか。はい、幕機構がヒット。さあ、相打ち取りに行ったストレートに準備何もしていない。投げない、まだ投げない。アッパ、今のジャンプ以降にヒット。中盤押し込んでる、中盤、ジャンプ中盤。そして後盤からアンドビー投げて、アンガサネですね、今のも多分。はい、はい、打ちのヒット。これになるとチュンリーはね、お、しかし前に出つつ百列。しかしこれは見ている。あら、早かった。なんだ、早かったな。はい、スピニングですかね、今の。お、これは、おっとっとっと、地上もあるの、あれ。はい、今のは痛いミスが出て、はい、バイソンが返していく。あれだって戦列アトリカリダメですもんねクレイジーは先に光っても後に光っても戦列負けるって聞きましたけど。あ、いや、なんかでも距離とタイミングによっては戦列が勝つこともあるというような。あ、じゃあ遠いといける、うん、遠いといけることもあるみたいですよ。この前2回転が、はい、そういったこと。さあ、いい勝負になってます。そしてゲンが当たる、投げ一発。あれ、危ない、あ、下がっちゃった、下がっちゃった。さあ、ヒデ、これはミスらなければ相手が指揮といえど勝てる状況だぞ。お、
お、あ、やってしまったか、やってしまったのか、こういう時個人的には、まだ分かんないぞ、開幕前まで歩いてった方がチュンリーいい気がするんですよね。ガハシャシよりもその方が、あ、しかし上り中キックが変化して終わっちゃった。なんとヒデがスーピーダーの後半の6人を全て倒して、じゃあワンピー側は勝利とやりますか、このまんま、はい、じゃあバイパーさん、そうですね、はい、1P2P の対戦、東西戦としてはワンピー側の勝利になりました。ヒデの大活躍ですね。ここからエキシビションで、いやー今日メンツすごかったんですけど ね、 そこまでいかず、さすがに少し 2P 側がこう強い人 1P に奪われてしまったという感じはありますが、はい、ここからエキシビションで、バイパー、ユーズル、ケイシン、ジャイダル、ユーベガというようなメンツがこの後出てまいります。そして開幕を今度はガードして上り大キック、あれ絶対ガードですよね、みんなあれ出して食らうから、難しいんですよね。でもあのジャンプショーパンチだった場合に死んでしまうので、さあ中トマホーか、あっと今のはお互いミスっていたような感じですが、はい、今の投げですね、今大弦出していたんじゃないかな、今弦を吸われた。さあヒデチュンリーもここのところホーク戦はあまりやり込めていないかもしれません。その辺がどう出るかというところ、これは確定がやめると大きな声が漏れる。そして中ゲック、この辺焼き鳥譲りの、お仕置きですね。中ゲックでスピニングを逃がさない、危ない、逃がさない、危ない危ないとヒデが何回も連呼しているがまだ死んでいない、なんで今の怪しげな変な巻き込まれ。さあそして三角早めから5番失敗してしまうと、まあこれは気が抜けたようなところがあったのかもしれない。はい、お疲れ様です。お手勝利で、はい、譲る DJ の出番となります。いやーまあとりあえずヒデチュンリー強かった、素晴らしかったですね、良かった、はい、まあ今のはねもうね、いやいや、まあもうあの勝利を決めた後というところでもう今のは、うん、いいんじゃないでしょうか。はい、ヒデ死んだ、はい、マイク入ってます、あれ入ってますよ、これあ今入ったかな、うん、大丈夫ですね、はい、お投げる、今の中盤対応が遅れたのかなあーまあまあ、おっとっとっと、はい、うん、入ってないな、ヒデチュンリーのマイクが入ってないように見える、あ、押さえて、あ、なるほど、接続が少し良くなっていないという、はい、あの一部ヒデがあの元気に喋っていたので拾っていなかったかもしれません、はい、すいませんでした。ああ、そうなんですね、ですか、入ってますというあのコメントをいただきました、ありがとうございます。結構ホックスの時に投げ返しがすごい的確にしっかりできるっていう感じの印象があったので、え、それはユーズル DJ ですか、はい、あの焼き鳥エースフォークに対してかなり何度も投げ返しを、あ、そうなんだ、はい、あの負けてましたよね、あ、そうですね、負けなるほど、トラウマが、はい、投げ返しはきっちりできていたと、そうですね、はい、ヒデは語る、さあ チーム組んでたんでしたっけ、あのヒデ焼き鳥みたいな、あ、そうですね、そうですね、でユーチャンズで、はい、ユーゼルさんがいて、あ、さあしかし体力が寄ってきたぞ、そうですね、あーっと、あー、ザック先出し、おそらくバイパーさんが歩いて回しに行くところを、ね、さあケイシンさんですね、はい、私ですね、はい、行ってまいります、はい、ダブルマイク、はい、さあこんばんは、山本です。さあここからユーズル、ケイシン、ジャイダルと続くこの3人、同じチームメイトでございます。エキシビジョンですよね、はい、エキシビジョンです、はい、さあすごいチームですね、しかも全員優勝経験者だからこそ派遣というチーム名だと思うんですけれども、さあうまい、 DJ のあー、最大入った、めくりが入らず、さあ前にずかずか歩いて投げる、ノーノー投げ、今のは4段入った後にあの表アントビではなくめくりの方を選択したためにあのまあ重ならない感じのめくり台形だったのでああいう形の対象になったと思われます。さあこれは弦が早めに出てたので痛いダメージにならずしゃがみ台パンが置いてあって投げる、小足で刻んで、さあどんどん前に行く、さあ投げて、今日のケイシンさんよく投げる、さあ踏みつけ、これは
ガードオッケー。あー、これは、あー、出してしまった。はい、ジャイさんです。さあ、先ほどこの2人ずっと試合をしておりました。ダイアグラムはどれくらいかは分かりませんが、あ、すげえ負けた。マジで。なるほど。さあ、この2人の試合は果たしてどんな物語を。シャガ中継のところにファイヤーもらって、さあ突っ込んでくる。これが落としづらい。なんとか三角で入れ替えるが、ジャイさんガードが硬い。さあ、お、埋めに行く。これはさあ100です。拾って、おー、重ねなかった。さあ2段が入る。さあやはり上から来るダルシムはどうやって落とすか。チュンリー側の視点だとそこがかなり大事になります。しっかりとブラスト。さあジャイさん独特のこのリズム、うわー、マジか。さあ中弦投げてピョル。三段きっちり。ゆうべがさんって、ゆうべがさん来てる？あーと、のじあいしてました。ゆうべがさん、ゆうべがさん、お願いします。あ、ゆうべがさん始める前に100円お願いします。あ、いただいてなかったでしょ。お久しぶりです。エントリー費ですね。400円バック。8枚。さあ相手はケイシンさんですね。多分よくヘイでやられてるかと思いますが、はいはい、じゃあお願いします。ゆうべがさん、ジュンリーベガですね。さあ最終戦です。これが最後ですね、ですね。はい、さあマイチューパンから投げ。さあケイシンさんがやりに行くが、ゆうべがさんも遅らせて2位。さあこの固めがゆうべがさんだと。さあ中大は繋がらなかったが、弦が入った。うわー、小足を刻んでいく。あそこで立ち小足から投げに行くかと思いきやしゃがみ小足で、うん、なるほど。さあ、射が中継、ハッケーで落として、おー、なんだ今のは。ダブルニーを止めた。あんな止め方あるんだ。ビンタが置いてあって、中弦、今のはおそらくヒット確認してますね。いや、厳しい、固めが厳しい。よく見ていた。テイシンさんがエキシビジョンを締めました。というわけで、本日の大会は以上となります。お疲れ様でした。勝ったワンピー側の皆さん、写真撮影があります。はーい、はい、ちょっと、
Oh!
Fire!
Thank you.
Fighter!
Fight!